全国に伝わる天気のことわざ。調査すると意外な事実が判明。え？え？はい、失礼しました。先人の知恵の賜物か、それとも根拠のない迷信か、天気のことわざをジャッジします。今回検証するのはこちら、高松海上保安部のホームページにあるさぬき地方のことわざ。アリが穴を塞ぐと雨、気になります。アリが巣穴を塞ぐと雨、つまりアリには雨を予測する能力があり、水が巣穴に入らないよう雨が降る前に塞ぐと言い伝えられています。皆さんは信じる信じない、果たしてどっち、インタビューします。いや、信じるでしょ。アリに天気を察知する能力があるという。ありありあり、アリっていうのはそういう能力あり。信じる。信じる、どうして？お家に雨が入ったら大変だから。夢みたいな話やけどよ、なんか信じてみたいというか。アリが巣穴を塞いだら雨って。え？いつだ？全く聞いたことない。根拠あればいいけど、根拠なくない？自然現象だから予測できないのかな。50人に聞いたところ、信じないが10人上回る結果に。ということで、高知市の公園にやってきました。天気は快晴です。雲がほとんどありません。そして明日の天気予報は雨なんです。条件はバッチリと整っています。では早速検証開始。アリの巣穴を探します。あ、出てきた。あ、アリの巣穴だ。アリが出てきた。あ、これ間違いない。巣穴にスマートフォンのカメラを設置します。ことわざが正しければアリが巣穴を塞ぐはず。検証開始です。すると10分後、ある動きが。巣穴にある小石に注目。すごい、自分の大きさぐらいある小石を持ち上げて軽々と巣穴の外に運び出しています。その後もアリは休むことなくせっせと巣穴から土を運び出していました。そして午後4時、検証開始から6時間が経ちました。アリの巣穴は塞がれていません。果たしてこのことわざに科学的根拠はあるのでしょうか。アリを研究する九州大学の村上准教授のジャッジは。残念ながらこれは迷信です。アリに天気を予想する、能力はございません。研究者共通の認識として、アリが天気を予測して行動を変えるということはございません。ではなぜこのことわざが生まれたのでしょうか。村上准教授はその背景に2つの勘違いがあると推測します。巣穴が壊れた時とかに補修をするんですね。巣穴に水が入ったりすると、その巣穴の土をこう盛んに巣の周辺にこう盛るんですね。まあたかも蓋をしたように見えると。つまり雨が降った後の晴れの日にアリが巣穴から土を運び出す様子を穴を塞いでいると勘違い。さらに翌日雨が降ったことでアリに雨を予測する能力があると勘違いしたのではないかということ。この専門家の分析をことわざを信じると回答した人に伝えると、アリに雨を察知する能力はないということです。ない。そうなんだ。夢というか、ね、うん、信じてみたかった。ないという。ないんや。
ないんじゃん。なんで？なんで？ちょっと信じるとか言ってしもて。恥ずかしい。もう。そう。それはちょっと。あると信じる。信じる者こそ救われる。